はい、皆さんこんにちは、 B レジェンド TV 鍵谷です。今回はですね、前回の動画で紹介しましたトレーニングですね、この上腕二頭筋、上腕40センチチャレンジに、頑張っているということでですね、まあ、弊社ジムのスタッフが短期間で腕周り2センチ太くなったという報告を受けて、何やってるんだと、どんなトレーニングやってるんだということでですね、まあ、そのトレーニングを教えてもらったジムの佐藤トレーナーからですね、やり方を聞いたということですね、まあ、そのトレーニング方法っていうのを紹介したいと思います。ちょっとまあ今ダンベルがあってね、実際できるわけじゃないので、まあ、やり方だけちょっと紹介説明しますけれども、どういうことかというと、実はやり方っていうのは至ってシンプルです。3つの種目、前回も3つの種目って言いましたけれども、3つの種目をダンベルカールやるだけです。例えば二頭筋で言えばね、やるだけです。で、何かというと、まず最初はダンベルカールを21レップ法っていうのでやります。21レップ法っていうのは何かというと、例えばダンベルカールで言うと、映ってるかな、ですね、まあ普通こうですよね。これが全可動域のダンベルカールです。そして、21レップ法っていうのは、まず7レップ、この全部を全部全可動域ではなくてですね、最初から途中までを7レップやります。まず、ね、最初から途中までを7レップやって、次に途中から最後までを7レップやります。そして最後、一番全可動域を使って7レップやります。だから7レップ7レップ7レップで合計21レップやる。これが21レップ法って言われるやつです。で、まずこれを、まあ、重量設定がなかなか難しいんですけれども、まあそうですね、まあ、21レップやるわけですけど、全可動域ではないということで、で、まあ、15レップぐらいですかね。通常でしたら15レップとか12レップぐらいができるような重量でやってもらえればいいと思います。なので15レップぐらいできる重量ですかね。で、まず21レップ法でやります。そしてインターバルを1分取ります。インターバル1分取って、で、また21レップ法で、やると。で、これを合計5セットやります。5セット。はい。で、5セットやったら次に何をやるかというと、高重量を使ってのダンベルカールです。高重量を使ってのダンベルカール。で、高重量っていうのはじゃあどれぐらいっていう感じなんですけども、まずこの、その高重量を使ってチーティング、勢いを使ってね、グッてこう、勢いを使って上げても構わないから、20回をやります。20回。で、20回を5セットやるんですね。で、その時の重量の基準はどういうことかというと、佐藤トレーナー曰く、重すぎてグリップ、握力がもう持たない。もう最後、上げようとするともうボロンと落としちゃうというぐらいにであれば、重量をちょっと落とすと。だからまあ最後まで握ったままいける、もしくはもう手首疲れて、落としちゃうっていうところまでやってから、ドロップセット一つ下の重量のダンベルに持ち替えてやるとか、そういうようなやり方で、まあとにかく勢いつけても構わないから20レップやる。で、この時気をつけてほしいのは、勢いつけて上げてもいいんだけれども、ネガティブ、戻す動作はゆっくり行うと。極力ね、まあこう勢いつけてこういう風にならないように、あって上げたとしても、とにかくしっかりと上腕二頭筋で重量を耐えると、しっかり重みを感じながらゆっくり戻すっていうことを20レップやります。20回やります。で、その20回やったのを5セットやります。この5セットで、この高重量のダンベルカール、チーティング使っても OK の高重量のダンベルカールは終わりです。で、続いてこれもインターバルは1分です。で、3種目目、これは何かというと、インクラインダンベルカールって言われるものですね。ベンチに、まあ、今私こう椅子座ってますけれども、こうちょっとね、斜めになるようにインクラインベンチの角度をですね、大体30度ぐらい、少しまあ浅めにですね、30度からまあ45度ぐらいに角度をつけていただいて、で、その状態からこういうふうにダンベルカールやります。で、これは、10回を5セット、これもインターバル1分でやるんですけれども、大体、10回できる重量でいいと思います。で、10回できなくなったらですね、足をベンチの上に乗っけたりですね、足をこうブラブラさせたりですね、あるいは上体こう起こしたりしてですね、これもチーティング使って上まで上げます。で、上まで上げて下ろしていくのをぐーっとゆっくり耐えます。
ていうような感じで、10回10レップをインターバル1分置いて5セット合計やります。だから、最初収縮種目いろんな状況で収縮をする21レップ法を入れて、次に重い重量で収縮されるダンベルカールですね、高重量のチーティングを使ったダンベルカールを入れて、最後にストレッチ種目引き伸ばされるような運動を主としたインクラインダンベルカールを行います。この3つをだいたいインターバル1分で5セットずつやるというのが、佐藤トレーナーに教えてもらった佐藤式の腕トレーニングということで、これだいたい1ヶ月ぐらいでスタッフが2センチ太くなったって言ってたんですけれども、まあ本当かどうかわかんないんですけど、確かに、いつもだったら2頭と3頭と両方トレーニングした後パンプして腕測ったのと、2頭筋だけパンプした状態で測ったのとで、あと通常のトレーニングで3頭筋、2頭筋をパンプさせて測ったサイズと、その佐藤式の腕トレで、2頭筋だけやって測った場合とで比較してサイズが一緒だったんで、確かに、パンプした状態で太くなったとかっていう話ではなくてですね、やっぱりそれだけ大きくなるんじゃないかなというふうな気がします。で、筋肉痛はやはり今まで自分がやっていた腕トレと比べても強烈に入ってますので、ぜひ皆さんもお試しください。で、さっきもちょっと途中で握力の話しましたけれども、僕の場合、ちょっと皆さん分かんないですけど、僕の場合前腕にすごく筋肉痛が出てしまいます。これちょっと握りが強すぎるんだと思うんですけれども、このあたりも気をつけてやってもらう。で、あと一つポイントがありました。インクライン、ダンベルカールをするときにですね、このようにギュッとこう握り込んでしまってね、ギュッと握り込んでしまってこうやってインクラインでやるんじゃなくて、手のひらに乗せるような感じで、手首折れるような感じで、あまり重すぎると手首痛めるかもしれないので気をつけてほしいんですけれども、手首を折ったような感じでずっとやると強烈に二頭筋に入ります。これもちょっと小さなポイントなんですけれども、ぜひ覚えておいてください。はい、それでもこの3つの種目をね、ぜひ皆さん取り入れて腕トレーニング頑張ってもらいたいと思います。はい、それでは皆さん、チャンネル登録もしまだの方はぜひよろしくお願いします。そして、お友達にもですね、ぜひ、共有のボタンからシェアしてください。そして何か相談したいこと、聞きたいことありましたら、こちらのコメント欄の方に残してください。はい。で、あとこのね、Bレジェンドもぜひ、よろしくお願いします。プロテインですね。トレーニング後はBレジェンドで、がっつりやってください。はい。それでは、そういうことで、また次回お会いしましょう。さよなら。